限度は死なず。俺は総督の信頼を受けた部下のザノス。誰か腕に自慢のある奴はいないか？この男は元プロレスの世界チャンピオンだ。この男に勝ったら一週間分の食料をやるよ。誰か挑戦しないか？おじけついたか？挑戦する奴はいねえのか？俺がやろう。貴様か。いいだろ。だが、大怪我をして吠え面かくなよ。行くぞ。どうだ。お前、名前は何て言うんだ？俺の名はミッシュ。憲法は自己流。あとは何も覚えていない。俺は記憶を失った男だ。あ、ミッシュ？ああ、ミッシュ君、どうだ？中央帝都のバレビ様のところで働かないか？俺が口を聞いてやるぜ。バレビ様の元なら一生食い物には困らない。いい女だっているぜ。いらぬお世話だ。俺は一週間分の食料さえあればいい。ケン！バット。会いたかったぜ、ケン。俺も怪我が治ったから、リンを探しに来たんだ。リンは見つかったのか？そうか。やはり、妙な噂を聞いた。女だけを閉じ込めた牢獄があるという。バット、その牢獄はどこに？中央帝都ってとこらしい。行こう、バット。中央帝都に。岩山流山ハッ！冒険しろ。よく来たな。トキ、生きていたのか。私はすでに剣を置いた。私は今この小さな村で子供たちや病に苦しむ人たちと共に暮らしている。トキ、この世は再び乱世に。なんとな、ゲントが。そして
北斗無名拳が動き出した。何、暗黒の北斗が。北斗無名拳はお前にとってかつてない大敵。ケンシロウ、七つの剣を会得せよ。それなくば北斗無名拳を倒すことはできぬ。兵隊になりたい奴集まったか。お、強そうだお兄さんだな。ま、お前ならいいだろ、乗りな。俺も行くぜ。お、ミッシュの旦那、人が悪いな。バレビ様の子分になりたいならそう言えばいいのに。え、さ、乗った乗った。お前は乗らなくていい。いてってて、何しやがる。誰も兵隊になるなんて言ってないぜ。船を借りるだけだ。もう怒ったぞ、貴様ら。俺を甘く見るな。俺には記憶がない。俺の記憶を解く鍵が、あの人工島にあるような気がする。気がついた時は、俺は一人ぼっちだった。憲法もすべて自己流だ。たった一つ覚えていることは、母のぬくもり。母の名は、ミュウ。ミュウ。ミュウとは、幻徳王権伝承者ファルコの言い名付け。幻徳王権先代伝承者、金色の狼ファルコ。天帝を守るため自らに厳しい掟を課し壮絶に生きた男。ミュウは
ファルコの死後、その子を身ごもったと聞く。あれが中央帝都か。なぜか心が騒ぐ。やはりファルコの息子か。ならば今、元と正統伝承者を名乗るバレビとは一体。ここからは二手に分かれよう。縁があったらまた会おう。分かった。天下復活だ。
ケンシロウ様、ミュウです。覚えておいでですか。総督バレビは、邪行の血筋を引く男。ケント公権の正当な伝承者ではありません。先代伝承者ファルコが壮絶な最後を遂げてからしばらくして、私はファルコの子供を産みました。その子の名はミッシュ。とても勇敢な男の子でした。でも、狡猾なバレビは陰謀を図り、ミッシュの記憶を奪い、遠くの地にへと追いやってしまったのです。さらにバレビは、ミッシュが記憶を取り戻した時を恐れて、私を人質として、長い間、この牢に閉じ込めたのです。ケンシロウ様、我が子ミッシュに力を貸してやってください。我が許嫁ファルコのために、ゲントの名誉のために。バレビは、この奥の階段を登ったところの部屋にいます。よく来たな、ミッシュ。私が総督のバレビだ。覚えているか？お前の父ファルコよりゲント公権伝承書を受け継いだ。どうやら、まだ記憶を取り戻していないようだな。ミッシュ、これがわかるか？これは。お前の父ファルコが私にくれたものだ。伝承者として指名した証にな。これが、父の、我が父ファルコの。嘘だ。騙されるな、ミッシュ。ファルコが、お前みたいな奴を伝承者にするはずがない。やめろ、バット。しかし。ついでに教えてやろう。お前の父ファルコを殺したのは、そこにいるケンシロウだ。何？ケンシロウ！貴様が、俺の父を！ミッシュ、違うって！戦え！ケンシロウ！いいだろう。受けよう、お前の剣を。剣？なぜ？ミッシュ、お前の記憶を元に戻す手立ては一つ。俺の剣で、お前の戦いの本能を目覚めさせることだ。ほたくら、覚悟しろ。それで終わりか。ゲント公権を総取り。検証本来か。Ah!
くれつけん。あどうした？なぜ攻めぬ？早く、早くケンシロウやっちまえ！ミッシュ！母上、ですね。ミッシュ、記憶を取り戻したんですね。はい、ミッシュ。戦うことによって、お前の父ファルコの血が目覚め、お前の記憶が蘇ったのだ。俺の母はミュウ。父はファルコ。俺こそ、ゲント貢献正統伝承者の血筋。そうです。あなたは誇り高き金色のファルコの子。戦うべきは、あの王座に座っている偽の伝承者バレビです。バレビ、お前だけは許さぬ。我がゲント貢献の名誉のためにも、父の無念のためにも。ああ、近づくな！こら、近づくな！俺はいつでお前に伝承者の座を譲ろうと思ってたんだ。だから助けてくれ。何？ミシェ！バカめ！誰がお前などに伝承者を譲るか。まだお前はゲント貢献正統伝承者の重みを分かってないようだな。この程度の傷で、俺の肉体は滅びぬ。あ、あち。死ね。やった。父よ、我が父、金色のファルコよ。ゲント貢献、このミッシュが伝承しました。見事だ、ミッシュ。ケンシロ様。リンという女の子は、一度確かにこの帝都に運ばれてきました。でも、シュラの島に移されたと聞いています。そうか。おのれ。リン、必ず俺が探し出す。北斗の三つ目。ケンシロウの旅は続く。ケンシロウとバットはリンの姿を求め、船でシュラの島へと向かった。ケンシロウ、お前は二人の北斗を相手に戦わなければならない。かつて北斗三派が争いしとき、敗れた北斗無名拳と北斗流拳は密かに争い、密命を交わした。すなわち、北斗流拳立つとき無名拳これを支える。
北斗無名剣立つとき、龍剣これを支える。両者は共に助け合い、北斗神拳を打つべし。これ龍剣無名剣の誓い。千数百年の時を経て、今なおこの密命は生きている。北斗龍拳もまたこの密命に従い、北斗神拳を襲うである。天はまた北斗神拳に試練を与えた。これを打ち砕くのも伝承者の宿命。おお、ケンシロウさんか。よく来なさった。お構いできないが、ゆっくりしていってくれ。うん、宗家最古の末裔、禅王とホシムのことか。二人はこの村で北斗龍拳を修行したんじゃ。だが弟の心優しきホシムが北斗龍拳の伝承者となり、兄の禅王はそれが不満でこの島を出ていった。だが万人に慕われたあのホシムも北斗龍拳の的を気には勝てず、ついに魔界に入ってしまった。そしてホシムは北斗龍拳を魔導龍拳と名を変え、さらに魔導機の威力を増した。魔導龍拳は恐ろしくても、歯向かう者は死あるのに、そこには一点の情けもない。ホシムも魔神となった。もはや昔の万人に慕われるホシムに帰ることはなかろう。私はホシムを信じています。レイカ、紹介しよう。娘のレイカだ。そうか、あんたがホシムの婚約者の。あの人は人の愛を信じた人だった。あの人ならきっと魔闘機に打ち勝つことができる。いつの日かきっと私たちの村に帰ってくる。おお、そうだ、ケンシロウさん。北斗永遠の従者、黒夜叉があなたに会いたがっていた。黒夜叉なら、この里の東にある洞窟で修行を続けている。ケンシロウ様、お懐かしゅうございます。北斗宗家永遠の従者、黒夜叉でございます。うわぁ、黒夜叉。なんだこの魔闘機は。貴様がケンシロウか。俺の名はホシム。ホシム、お前が北斗龍拳伝承者か。
すでに北斗の名は捨てた。我が憲法は魔導竜人。黒夜叉を刺したのは北斗への決別の証だ。己、天帝輪は俺が預かっている。輪が欲しくは俺の城に来い。なあ、己、黒夜叉、しっかりしろ。ケンシロウ様、無念でございます。我が北斗宗家最後のお二人、ホシム様と禅王様はお湯がみになった。ホシム様は魔界に入り、すでに北斗の名を捨てられた。そして禅王様は島を出て海を渡られ、暗黒の北斗の伝承者に。何？そう、光なき剣、北斗無明剣の伝承者とは禅王のことでございます。北斗宗家に生まれし二人の男が共に歪み波動を目指すと、この宗家永遠の従者黒夜叉、死んでも死にきれぬ。誰だ？レイカ。黒夜叉さんまで手にかけるとは。もうあの人を、ホシムを信じることはできない。ホシムはもう愛を捨てた。ケンシロウさん、ホシムを殺してください。私はホシム様の家臣ガイ。ケンシロウ様、この場はお引き取りください。引けぬ。では腕づくでも。甘い！北斗！王将派！王太！うっ！ぬわ！さすが北斗神拳。お前の目に曇りはない。聞かせてもらおう、ホシムを慕うわけを。万人に慕われた我がホシム様。ホシム様はあの海王ですら勝てなかった魔闘鬼を見事に抑え込み、北斗竜拳を完成なされた。だがホシム様は一夜にして変身なされた。ホシム様、
この世の覇権を目指し暴れまくる暗黒の北斗の正体が分かりました。北斗無名拳伝承者禅王か。何、暗示禅王か。ホシム様はお悩みになられた。2000年前の北斗の密約に従えば、ホシム様は禅王の野望に手を貸さねばなりません。そして一晩お部屋にお閉じこもりになり、出てきた時は我はマシになり、我に逆らう者一人とて許さず。まとうき漂い、形相は魔行と化し、心の動揺がホシム様を魔界に落としたのです。そして北斗の名を捨て、魔導竜拳を名乗られたのです。必ずやホシム様は魔界から抜け出されるはず。ケンシロウ様、ホシム様との戦いは地獄、同じ北斗宗家同士の戦い、避けてくだされ。ガイ、俺は北斗の長兄ラオウとも、実の兄ヒョウとも戦ってきた。避けることはできぬ。たとえ地獄であろうとも進まねばならぬ。北川健四郎。お前がホシムか。リン、今助けてやる。俺を倒してからにしろ。魔導竜拳は遥かに北斗を超えた。魔界より北斗伝承者に引導を渡す。無双転生。それで終わりか。無理や。それで終わりか。それで終わりか。北斗竜拳残風炎波。うわ、無理や。北斗竜拳残風炎波。
無双転生。うわあ！ぬわ！暗流批判！ぬわ！無双転生。うわあ！さすがだ、ケンシロウ。オシム！レイカ、レイカ、すまなかった。オシム、お前、そうだ。俺は魔界から抜け、正気に戻っていた。凛の光が、天帝の凛の光が、俺を魔界から救った。天帝の光は北斗を導く。俺はゲントの総督バレビから凛を奪い取り、我が手中に収めた。だが、その時から俺の中に何かが起こり始めていた。我が魔闘機は凛の気高さに触れ、次第に力を弱めた。正気に戻った俺がすべきことはただ一つ。兄前王の歪み増大した野望を断つこと。あの時前王の剣を封じていれば。ホシム、俺の剣を封じないのか。兄者、俺にはできない。伝承者争いに敗れた者、剣を封じるのが北斗流剣の掟のはずだ。情に流されるとは、北斗流拳に未来はないわ。さらばだ、ホシムよ。さらば、北斗流拳よ。兄じゃー。その兄が彼の地で、北斗無名拳を学び、その伝承者となろうとは。あの時、拳を封じていれば。すべての席は俺にある。俺は決意した。北斗の密命を守り、北斗神拳伝承者の首を見上げに禅王のもとに乗り込み、一気に私有を消しようと。だが今俺は知った。北斗神拳は俺の想像をはるかに超えていた。我が兄禅王の野望を砕くのは北斗神拳伝承者のみ。ケンシロウ、兄禅王、倒してくれ。とどめは刺していない。ホシム、お前は愛に戻るのだ。そして北斗流拳を誠の剣とせよ。ケンシロウ、ありがとう、ケンシロウさん。ホシム、北斗の名を捨つるも、その誇りは捨てず、伝承者の宿命に生きるか。ありがとう、バット。リン、ルイガー、姉のルイガー。
ルイが、どうした？私にはわかる。ルイが狙われている暗黒の北斗に。暗黒の北斗よ、ルイまでも。全王、お前を必ず追い詰める。